韓国入国の数日前に、キャンプ地で大谷選手とドジャース幹部と代理人との三者で緊急会談を行ったそうです。2月中旬、キャンプ地のロッカールームで、韓国の一部メディアが大谷選手を無断取材し、北京となった事件がありました。球団側はこれを問題視しており、韓国では結婚した大谷選手への取材構成が激化する懸念があったのです。最終的に今回、 奥さんを紹介すると決めたのは、夫妻での話し合いの結果、だったと聞いています、在米ジャーナリスト。3月15日、ドジャース・大谷翔平選手、29がインスタグラムのストーリーズを更新し、妻・マ美子さん、27と写った集合写真を公開した。隣には、通訳の水原一平、39夫妻の姿も。 大谷選手の投稿は日本時間で午前1時過ぎ。キャンプ地の米アリゾナ州からパドレスとの開幕戦が行われる韓国へ向かう直前でした。その直後、ドジャース公式 X も大谷夫妻のツーショットをアップし、CNN は、大谷選手の妻が元バスケットボール選手の田中真美子さんだとドジャースが認めたと報じたのです。スポーツ指揮者。インチョン国際空港に到着した大谷夫妻の周りを、 多数の警備員や関係者が囲む厳戒態勢だった。前室のスポーツ指揮者は言う、韓国の一部メディアが出禁となったのは、同社スタッフがクラブハウスでくつろぐアンダーシャツ姿の大谷を撮影したからでした。MLB の取材規則では原則としてクラブハウスの中では選手のインタビュー以外の撮影は許されていません。球団広報は厳重注意し、映像の使用禁止と消去を求めるも、 同メディアは YouTube で大谷選手があくびする場面などの一部映像を13秒間使用したのです。さらに、撮影禁止エリアの映像使用も発覚したため、球団側は無期限取材活動禁止を決めました。今年のドジャースの開幕戦は韓国開催だったことから、早くから韓国メディアはキャンプ地に押し寄せ、韓国入国時は大フィーバーとなることが予想されていました。それだけに 結婚を発表するもお相手の正体を公表しなかった大谷選手に対し、韓国メディアがどんな取材をするのか、チーム大谷、出熟慮の末、いくつかのパターンを想定していたようです。そのため、冒頭の緊急三者会談が行われたというのだ。前室の在米ジャーナリストは言う。